月始めなんで、売上目標からいきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。社長は来るんですか？あ、特にないですね。じゃあプレイヤーと全員を、ちょっといいですか？おお、わかった。突如、京介主任によって呼び出される春社長。なんか、現役復帰されたじゃないですか。で、なんか先月の社長の、まあ、売り上げだったりとか、組数だったりとか、もろもろ見てて、なんか、めちゃショックだったなっていう、先月の結果が。今月はどうするんですか？歌舞伎町を拠点に、現在までホストシーンを牽引し、多数のレジェンドプレイヤーを輩出するホストクラブ、トップダンディ。そして、かつてこの場所にはナンバーワンプレイヤーとして君臨していた伝説のホストがいた。香神春。18歳でホストの道へ進んだ彼は、瞬く間にその才能を開花させ、ホストクラブの聖地、歌舞伎町で圧倒的な売り上げと数々の伝説を残す。そして長年トップの座に君臨し続けていた彼は2011年に独立を図り、新店メデューサを出店。しかし自身の納得のいく結果を作ることができず、5年の歳月を経て閉店へ。その後も試行錯誤を続け、2017年には新たに D キューブを出店するも、鳴かず飛ばずの状態が続き、失敗に終わる。現在41歳となった彼は、かつての栄光も失われ、表舞台から姿を消したかのように思えた。しかし伝説の男香神春はまだ諦めていなかった。現在41歳、ザ・レジェンドと呼ばれたホストの伝説が今再び幕を開ける。前回出勤を行う香神春に同行し、改めて現在の彼がいる状況について話を伺った。まあ、やっぱりこうね、あんまり話しかけられなくなったかな。あとはあんまり誘われなくなったりとか、はい、まあ、沈む船に興味ある人っていないじゃないですか。まあ、それは仕方ないけど、まあ寂しいなって思ってます。そしてこの日、スマイルでは運営陣ミーティング、そして全体ミーティングが行われるという。しかしミーティングが終わり、カメラの前に戻った彼は浮かない表情を見せ、不満を漏らす。ちょっとここだと聞こえちゃった。あ、わかりました。こんなんどうですかとかいうアルバム出てたんですけど、数字に直結する動きをどうしていくかってことが全然出てないから、すごいレベル低いです、ね。映ったかわかんないですけど、会議中にスマホいじりながらやってるんで、この箱に来たのが、あれの箱を出されてきてるわけだという、もっとその熱量を感じれる会議であってほしかったかなと思って、内容とか全然見せられない、レベルがすごい低いです。やる気がないわけではないんですけど。この日、ミーティングに参加した彼は、議題の内容や従業員たちの危機感に対して温度差を感じていた。この後が全体ミーティング。あ、そうですね。この後キャストが来て全体で。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。そして運営陣ミーティングが終了した店内には、続々とスマイルのキャストたちが出勤し始め、ここから全体ミーティングが行われる。はい、おはようございます。おはようございます。はい、月始めなんで、売上目標からいきたいと思います。まずはそれぞれのキャストが3月度の目標とする売上の数字を宣言していく。そして全キャストが売上目標を宣言し、議題が次に進もうとしたその時、一人の男がある疑問を口にする。はい、はい、ありがとうございます。社長は、はい、ありがとうございます。社長は来るんですか？あ、特にないですね。じゃあプレイヤーと全員を、ノープランですけど300万ぐらい売りたいです。はい、書いてください。はい、書いてます、はい、頑張ります。はい。プレイヤーに復帰をしたとはいえ、社長との兼業である春さんには売上目標が課されていない。しかし京介主任の一言により、300万という数字を宣言することとなった春社長。そして彼の煽りとも捉えられるこの発言の裏には、ある思いが隠されていた。全体ミーティングが終わり、間もなく営業が開始されようとしていたその時。ちょっといいですか？おお、わかった。
突如、京介主任によって呼び出される春社長。なんか、現役復帰されたじゃないですか。で、なんか先月の社長の、まあ、売り上げだったりとか、組数だったりとか、もろもろ見てて、なんか正直、その社長がその、まあ、何がその現役すごかったとか僕からしたら知らないんで、なんかあのぶっちゃけショックだったなっていう先月の結果が、今月はどうするんですか。バースデーあるわけじゃないですか、ベスト潰しかないので僕はもちろん全力で潰しに行こうと思ってるんですけど、バースデーは、それがプレイヤーじゃないですか、ぶっちゃけ多分言わん方がいいっすよね。そのなんか みんながみんななんか運営とか生やし立てるわけですから、社長はレジェンドだから、レジェンドだからって、僕らからしたら何も知らないんで、凄さも分かんないですし、僕は今のこの舞台で戦って1100万1月売らせてもらって、まあ、社長 あのレジェンドっていうゆえんを今月なり年間なりで見せてほしいっていうのが こっちのプレイヤーとしての気持ちですね。長年のブランクがありながらもプレイヤーへ復帰を果たし、ゼロからのスタートを切った春社長。しかし元レジェンドと呼ばれた彼への期待は高く、その結果に不満を抱いていた京介主任。期待してくれたのはその先月は申し訳なかったなと思うし、別にその言い訳をする気もないし、まあ、ただ現状の今のレベル俺はそこなんだなと思って、それを修正していくしかないのかなとは思ってるから、社長業やってるから関係ないと思ってるから、まあ、自分が不甲斐ないなって言ったらそれだけで、でも一からって思うし、もうレジェンドの名を捨てて、もう過去捨ててるよ。今のホストとして適応していかなきゃあかんわけや。その時代の記録っていうのはもうそれで終わってるから、時代はもう終わってるから完結してるわけやん。今来てくれてる姫様に選ばれないとダメだと思うし、やり方としてじゃあそれを推したいって思われなきゃいけないわけだよね、今の文化で。昔やってたことをそのままやろうとは俺全く思ってなくて、だからそれは京介からも学ぶことはあるし、まあ、他のキャストからも学ぶことはあるし、まあ、今の現状はこんな感じだね。社長に言うのもあれなんですけど、消さないでほしいんですよ、もっと、でないとこの店もっと良くなっていかないじゃないですか。社長が背中見せるあれじゃないですけど、まあ、僕はもちろん見せ続けていきますし、社長になんて1回でも負けるつもりはない、今年年間、勝負しましょう、12月、どっちが勝つかそれだけしか僕見てない。そうだ、受けてます、お願いします。社長である加賀美春に対し自身の思いをぶつけた京介主任。そしてその思いを受け取り、プレイヤーとして改めて努力を続けるという春社長。いや、もうさっきも言ったけど、もうね、もう情けない。結局戻ってみて全然思うように結果出なくて、多分舐めてたのかな、心のどっかで、昔行けたし、あとは周りも行けるって言ってるから行けるかなと思ったら、もう散々な結果で、ゼロから始まったやつがどんだけ上がっていくかっていうのを見せようかと思ったけど、手本も見せられない。まあ、なんか彼はそれを素直に言ってくれたけど、情けないなっていう、社長として。まあ、そう言ってるでもしゃあないから、もうやるしかないし。3月のバースデーもありますよね。まあ、その当日も大事だし、3月っていう月間として、まあ、それをどこまでやりきれるかってことだと思うし、ちゃんと正しいことやってたらそれなりに結果が出ると思うから、それを見せなきゃいけないし、まあ、プレッシャーだけやらしかないね。うだうだ出てもしゃあない、やります。プレイヤー復帰から1ヶ月、周りからの期待とプレッシャーを背負い、3月には自身のバースデーを控えるという彼は、ここからスマイルを立て直すためさらなる奮闘を見せる。本日なんですけど、これからの、営業に、入らせていただくことって可能ですか。ああ、大丈夫ですよ、はい。ちなみに、今日の予定とかってお店的にはいかがですか。って感じですね、まあどうでしょうって感じなんで、まあ忙しくなってくれたらいいなって感じです。しかし春社長の思いは虚しく、この日スマイルの店内が賑わいを見せることはなかった。そして次回、加賀美春バースデーイベントに密着。プレイヤー復帰1ヶ月にして無謀とも思われるイベントだが、彼は社長としての背中を見せることはできるのだろうか。